青島が近づいてまいりました。これ何ちゅう会社、この会社電気屋さんかな。いらっしゃいます。どんな会社、大きい会社だね。従業員、大砲、大砲ミステリー。さあどんどん参ります。何時でしょうか、あれ。何時の時報で、もう12時まだでしょう。10時いうところじゃないかな。これだから 2個取ってるかな。9時から10時。2本取ってるから1時間、2時間、8、9、10時だね、多分。10時の時報ですって。ただいま10、お、ここで流れてちゃんと、はい、ここで回ってねって、ちゃんと歩道を通るようにちゃんと設計してある。これね、そこにある、ついてる。ここにも公園がございますと。鼻水が健康的に鼻水が出ますね。高杉です。迫害でしょうね。
を撮ってみようかな。はい、大島へやってまいりました。大島です。いや、ほんまいい運動になるわ。まあこれぐらいに歩いとかないとね、これくらい年を取ったらね、これぐらい歩かなくちゃダメなんだ。情報プラザ、小山池情報プラザ、大島駐車場、青島です。はい、小山池、青島中、あれいいね、いいなるね、ちょっと。ふれあい鳥取市。ね。それ。古いね。まあ古いね、どうもこの看板が。剥げかかったよね。もうちょっと看板ぐらいきれいにしたらいいね。よいしょ。よし。さあ、前はね、帰るところどこかに、あそこか、逃げる、見えるよね、あそこだね。だいぶ帰ってきたけどね、3分の2以上はもう、ま、回りましたね。青島大橋です。いや、いい景色だ、なかなかいいね。バンバン、なんかあんなところに、え、何あれ、あんなものがあった、あんなところに島が。これはね、ズームが故障しとったら撮れないっていうところですけど、ほれ、あんなところにできた、ズームができるようになったんで、ありがたい、ありがたい。
そこが鳥取大学ね。正面が鳥取大学です。で右なんか煙が出てるところは何やろ、これは分からん。またマップで調べてみます。いやー、この前来た時にこの丸型のこのなかったけどね。道を行けってぐるっと回って周しろって。今何時？時計があるよ、時計が10時前だね。大島の桜おっ、よし、ちょっとそこに撮らせてもらおう。それ取った、1枚取ったよ。なんかいいね、いい感じじゃないですか。おっ、面白いロッチだね、ロッチ。Thank you.